はい、どうもこんにちは、ゆりです。大霊脈玉救済クエスト殲滅の主はまた鐘を鳴らす、周回していますか？アイスボーンになってから素早くかつ超火力になったネルギガンテに苦手意識がある方も多いのではないでしょうか。そこで今回は貫通ヘビーを使って1周5分から7分程度で比較的楽にネルギガンテを使用する方法について解説したいと思います。ここでなんで三段ヘビーじゃなくて貫通ヘビーなの？と思われる方も多いかと思います。確かに火力面では三段ヘビーの方が上回っていますが、どうしてもヘビーボーガンの扱いに慣れていない方だと難しいんですよね。近距離戦が必須で弱点部位を狙い続けなければいけないにもかかわらず、ネルギガンテはよく動きますし、攻撃力が高いんですよ。三段に慣れている方なら割と楽に周回はできますが、そうでなければ比較的リスクが少なく考えることの少ない貫通ヘビーがおすすめできます。ということで貫通ヘビーを使った戦略と装備を解説していきたいと思います。装備はこんな感じで、比較的作りやすい装備や装飾品構成で組んでみました。武器はベニカガチの獅子を使用しています。狙撃のブレが気にならない方は狙撃を使用してください。スキルはこんな感じで、必須スキルを一通りカバーしながらシリーズスキルで心眼を発動させているような感じですね。私と同じ装備構成にする必要はありませんが、心眼に関しては貫通弾のクリティカル距離を延長するので、このスキルだけは必ず積むことをお勧めします。そして強化パーツはこんな感じで、反動抑制弾丸銃化が1枚ずつにシールドが3枚になってます。反動抑制は貫通弾レベル3を反動小で撃つために積んでいます。弾丸銃化は貫通弾が貫通する回数を増やすためです。シールドパーツを3つ積む理由は、ランスと同等のガード性能まで引き伸ばすためで、3枚搭載することで立ち回りがかなり安定するからですね。そしてカスタム強化は、私は諸事情により会心をつけていますが、回復カスタムを最大までつけることをお勧めします。なぜなら被弾後薬を飲まずにダメージを回復することができるので、立ち回りが安定しやすいからですね。はい、次に装飾品ですが、すべて銀の錬金チケットから排出される程度のレア度で組んでいます。解放の複合玉が主星になっていますが、ここは解放さえつければ何でもいいです。はい、続いて猫の装備です。武器は睡眠武器のバルキンボールがおすすめです。睡眠値が高くって運がいいと2回ぐらい睡眠をとってくれるからです。そしてお供道具はミツムシにしておくと立ち回りが安定しやすいです。タイムを短くしたい方はガジャブーの壺がおすすめだったりしますね。はい、そしてアイテムポーチに関しては、貫通弾レベル1とレベル3火薬庫さえあれば通常通りのポーチで OK ですが、ショートカットにはレベル3貫通弾の調合をセットしておきましょう。はい、それでは実践しながら立ち回りを見ていきますね。はい、ここからは後取りで解説していきたいと思います。まずキャンプの右端にある種火石を拾って、で弾を貫通弾に合わせてそのまま走っていきます。でここで不動の装備を着ておくといいですね。トンと降りて、で最初に顔にクラッチをして、壁ドンです。で壁ドンした後は、顔にへばりつきます。でクラッチ攻撃で傷をつけます。でね、この後ずっとガンガン撃ってて大丈夫です。必ず吠えるの、2回吠えるのかな。ここで1回目吠えてずっと撃ち続けましょう。でもう1回吠えます。でこの後もう不動の装備来てるので撃ち続けたらいいです。あ、ちょっと待ってね、ちょっとだけ巻き戻しますね。はい、これネルギガンテが必殺技を打つ時の構えですよね。これよく見てもらったら分かる通り、左手より右手の方が上に上がっていますよね。実はこれ意味があって、右手を上に大きく上げている時は上から下に降ってくる時、右側に降ってきます。そして右側に向かってトゲを飛ばします。なので、こうやって右手が上がっていることが確認できたら、私たちから見て右側に少し避けながら降ってきた後に攻撃をするっていう風に立ち回ってもらうと攻撃チャンスになりますし、攻撃を受けることなく回避することができます。これに関しては意識するだけで全然立ち回りが変わってきますので、ぜひぜひ意識してみてほしいところですね。それでは先に進みますね。はい、ということでそれじゃあ見ていきましょう。こんな感じで右側に降りてきて、右側にトゲを飛ばすんですよね。なのでこっちが右側に避けながら撃つことで相手の攻撃も受けませんし、こっちが一方的に攻撃することができます。なのであのメカニズムというかあの琴ネギさんの特徴さえ知っておけば、あの攻撃動作が一気に、萌え動作じゃないわ
なんだ、何動作って言うんだっけ、そうそうそう、デレ動作になるので覚えておくといいですね。あ、ちょっとここもストップ。ここね、坂が斜めなので右手の方が高く上がってるようにも見えますが、これ両手同じ高さに上げてますよね。こういう時って前方に向かって扇状にトゲを飛ばすんですよ。で、これがこれだけじゃ若干分かりにくいっていう方は、両手を上げる時だけ頭をブンブン振り回すので、その動作を見てから判断しても全然間に合います。で、ネルギガンテがこの動作をしたらもうひたすらガードをすることですね。ということで、それらを意識しながら続きを見ていきますね。はい、ということで、これ頭ブンブン振りましたよね、今2回。これね、両手を同じ高さに上げた時しかあのモーションしないんですよ。なので、あのモーションを見てから判断しても全然間に合うので、どうしてもこの手の高さで分かりにくいよっていう時は、あのモーション見てから判断しましょう。ということで、顔の傷つきをここで更新していきます。で、顔の傷なんですけど、こうやって忖度ひるみが取れた時だけで大丈夫です。それ以外はもうちょっとリスクがあるので、顔の傷つけは取れてても普通に打っておきましょう。で、顔の傷が取れた場合は、今ね、羽があれかな、ネルギガンテって弱点部位が常に変わるじゃないですか。生えたトゲが若いうちはそこが弱点部位になるじゃないですか。なので、傷つけが取れてしまった場合は積極的に、生えたトゲの若いところを狙っていくといいです。若いトゲはベージュ色になっているので比較的分かりやすいかなとも思います。はい、ここで猫が睡眠を取ってくれたので、壁ドンしていきましょうか。石ころを今から拾いに行く必要があるんですけど、この時の私ね、多分自分が石ころ持ってると思ってるんだよね。で、ここで気づいて石ころを取りに行って、はい、壁ドンします。で、この時、ネルギガンテの進行方向にオータル爆弾 G を置いてもいいです。一発あたり250で、合計500入るので、そうだね、貫通弾数十発分ぐらいの威力にはなると思うので、全然オータル爆弾を進行方向に置いてもいいです。はい、壁ドンができたらこのままガンガン撃っていきます。ここで方向かな、方向が来て、それもガードして頭を撃ちます。はい、頭を撃つメリットは頭ひるみが取れるところなんですよね。はい、ちょっと展開がというか、ネルギガンテってね、攻撃が早すぎるんですよね。実況が追いつかなくって、今右手を上げてたから右側に向かって、降りてきましたし、右側に向かってトゲを飛ばしてきましたよね。あれを知っていると右側に、あ、これも来るかな、これ左側、ネルギガンテ左手上げましたよね。なので左側にこんな感じで避けていきます。で、このままずっと打ち続けます。で、これさえ知っていると、ネルギガンテがトゲを飛ばした後に、ガードしなくてもいいし、そのまま降りてきた瞬間から撃ち続けることができるので、やっぱり覚えておくと立ち回りが全然変わってきますよね。はい、ここで傷つけを更新して、これ後ろ向いた時はね、トゲが若くなかったら、後ろから顔に当たるように、傷つけた顔の部位に当たるように撃つといいかな。で、これ右手上げたから、違う左手上げたから左の方に向かって、移動します。で、これね、結構ヘビ使いの方無意識にやってると思うんですけど、立ち回る時に若干ね、後ろとか自分の誘導したい位置に向かって、移動しながら撃つんですよ。で、これも、最初のうち慣れないと思いますけど、意識しながら取り入れてもらうことで立ち回りがすごいしやすくなると思います。あとね、エイムを合わせる時に R スティックを使って合わせるんじゃなくて、体の位置で合わせるようにすると、より合わせやすいかなとも思います。こんな感じでね、今、これ R スティック動かしてるな。まあ、R スティックだ、もうちょいちょい動かすんだけど、体の位置でエイムが合わせられるときは、体の位置を動かしてエイムを合わせるようにしてもいいですね。はい、ダウン中の攻撃が連続して続いていますが、ベニカガチの獅子はブレがないんですよ。なので、こういったダウン中の攻撃であるとか、相手が、疲労した時かな、動きがゆっくりな時に弱点部位に継続的に当てることができるので、まあ、R スティックをちょいちょい動かさなくてもね。なので、このベニカガチの獅子っていう貫通弾ヘビは1本は必ず持っておくといいですね。はい。そして私、ここでしょうもないミスをしてて、右側のね、貫通弾の残薬数を見てもらったらわかると思うんだけど、貫通弾の調合を忘れてたんですよね。で、それが自動的に切り替わって睡眠弾レベル1になってたといったような感じです。はい。で、ここね、壁ドンしても全然良かったんだけど、左下のネルギガンテのマークを見ると、ドクロマークが浮き出てるじゃないですか。なので、あともう少しで討伐ができるっていうサインなんですよね。なので、私、ここ壁ドンもしないでガンガン撃っていたというわけです。
で、普段は、あ、倒したね。で、普段は、壁ドン全然ガンガンしてもらった方がいいと思います。睡眠が取れた時はね。はい。と、まあ、こんな感じで、討伐することができました。比較的簡単そうでしたよね。やることもね、もう本当に、相手が攻撃してる時は、ひたすらガードして、で、隙ができたら撃つ。これだけなんですよ。で、忖度ひるみが取れたら頭の傷を更新して、またひたすら頭を打つ。はい、もうこれだけの単純な作業で、だいたい5分から遅くても7分ぐらいでは狩ることができるのかな。うん。なので、ぜひぜひ、使って慣れてみてください。ということで、報酬画面からタイムを確認してみますね。タイムは5分34秒ですね。結構早いですよね。うん。で、割とそんなに難しいこともしてないし、普通に、ガンガン打ってるだけで5分34秒だったら、ね、周回のストレスも溜まりにくいのでいいかなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上になります。この動画が皆さんの周回の参考になれば幸いです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。お相手は、ゆりでした。またねー。